はい、お疲れ様です。4月1ですね。はい、今日は大丸さんの、ワインの催事がございまして、ちょっとそれに行ってみようと来てるいう感じですね。まあこうプロである私たちがこう一般の方向けの別に行ってもいいものなんだろうかっていうところもちょっと考えるところではあるんですけども、まあインポーターさん皆さんね知ってるからね、おここに来たなっていうふうに言われるんだろうなと思いつつ、まあ、ちょっと行ってみようかなと思って、争わないように、そうね、場を争わないようにね、一般の方がいるからね、俺たちみたいなギャングが行ったらダメだから本当。ちょっとどんな感じか、かなり広いと思いますので、いろいろと模様をお伝えできればと思います。16日までやってますからね、今日は10日から16日だから1週間ぐらいやってますね。今日は2日目でございます。平日だからまだ来てないでしょ。そうだね、ぜひね皆さんにも行ってほしいような、行ってこれ楽しそうだなと思ってもらえるような、そういうリポートができればなと思いますので、やっていきます。来ました。下かよ上にやってたのにさ世界のチーズフェスティバル行きましょう。楽しそうですね、最上もビオニエとシナブラ、なかなかすごいですね。国ごとですね、国ごと地域ごとみたいな感じですね。いろいろとお世話になったリンポートさんも多い、ピラデスさんのブース行きました。あ、もう始めてます。あ、ピラデスさんです。ピラデスさんです。今日はブルゴーニュが多いですね。はい、失礼します。おあそこにね、エティエンヌ・ソゼだったエプスドールがあるっていうのがすごいですね。で、こっちにはこっちでまたね、クロダローズ。いやー、さすが。倍のがありますね。まず白から。ドメーヌ・レイモンド。来ましたね。ヌルソー1級に隣接するピラーデュッカ。さて、さすがちゃん。美味しいから、これは。ぜひぜひ。4500円。そうですね。お願いします。ありがとうございます。はい。うまいっすね。本当にミネラル感がすごいですね。うん。高質な感じ。これは美味しい。このプラカップでこのうまさだとやばいな。プラカップでこのレベル。これ丸グラスなのも最高ですね。お値段4500円じゃないですね、これは。4500の味はない。これ8000ぐらいってもいい。8000とか、うん、本当にこの倍ぐらいにするとこれはうまいぞ。あれ、これは限定なんでしたっけ。あの毎年年1回だけの輸入で、もう僕も半年間在庫貯めてたので、もう今回最初24本用意したんですけど、半分ぐらいがなくなってるので、まあ、あと10本15本あの早いもの勝ちで、で今回大丸さんには何本。24本。素晴らしい、頑張って貯めた感じです。ヴィンテージが2016年ですね。これは多分あのできればしてほしくないですけど、まとめ買いした方がお得なんじゃないかなと思います。間違いないです。あの正直俺たちからするとあんまり買わないでほしいぐらいに美味しいですけど、はい、で, でも本当に来るんだったらこれ買った方がいいです。これもともと価格がムルソーなんですか。そうなんです。すごく強度の浅いところだったので、あの一応申請上げて許可もらった上で20センチ盛り土をして植樹をしたところ、周りのやっぱ生産者さんからブーイングを受けちゃって放置をしちゃった。なので、一応ブルゴーニュブランの、はい、名前なんですけど、まあ、中身はムルソー。中身はムルソー。お買い得です。お買い得です。素晴らしい。ブルゴーニュという名前のおかげで安くなってるので、ちょっと買った方がいいです。絶対買った方がいいですね。あともう一本選ぶとしたら、ズカちゃん、赤は、ミエミシロ、はい、モルサンドニの生産者です。ただこのブルゴニュルージュは、シャンボルミシニの価格のブレンドで作っております。2016年、20本限定で。そうですね、20本限定です。香りがすごい、本当に華やかさもありながらちょっと土っぽいような風味もある。複雑ですね。これはね、
あ、うまいよ。これブルゴーニュのレベルじゃないですよ。 AC ブルゴーニュじゃないですね。素晴らしい、進みがすごい、いいワインです。いろんな味わいがこう出てきます。これは素晴らしいですね。あれが欲しいです。フラッグシップはもう黒ドラロッシュ限定、日本限定、日本限定、はい、日本限定で37,000円ですね。はい、ちょっと大丸さんに遊びに来た方はぜひこれをね、ぜひね、フィラデスさんに来てね、はい、赤と白をぜひ買っていただければと。はい、ちょっとなんかなかなかないもん見つけたい方はぜひお立ち寄りいただければ。早いもん勝ちですね。早いもん勝ちですね。ソムリン、ソムリンポイント。じゃあ白はちょっと 5.8 ぐらいってもそうだね、6位弱ぐらいで、うん、すごいですね。4,500円、ありがとうございます。4,500円で 5.8 がないぜ、これは。これは素晴らしいと思います。あのてか普通にフィラデスさんで俺たち買いたいんだけどグラス飲みたいです、ね、いや素晴らしいワインです。ブルゴーニュはちょっと迷いますね。じゃあすみません、5点かな。そうですね、いいと思います。いや素晴らしいワインです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もうタンタラのシャレーンさん作るピノノワールディアバーグです。カーブさんがね、はい、やってらっしゃるほど、あのこの馬の印がついてるのは今だけですけど、もともとタンタラっていうね、いろいろ作ってたんですけど次からなくなっちゃう、ね、すーごいでちょ生産者もいらっしゃってます。ありがとうございます。あー、いっぱいもらっちゃった。これはね、本当に美味しいんですよ。いや、ちょちゃん花のような香りもしますね、うん、で赤なんですけど、柑橘系の香りがします、うん、グレープフルーツのような、ピンクグレープフルーツみたいな。あ、うまい。乾杯。あ、乾杯上品です、ね、いやね、これね、でかいグラス飲みたい。本当に大きいグラス。 I wanna drink with a more big glass. Yes, yes, right? A proper glass. Yeah. 生産者がね、今回はね、来ていらっしゃるので、はい、ちょっとね、今度後からまた。これは、今回のスペアでは何本ぐらい。そうですね、今回のペアは、触れれば触れるほど。触れれば触れるほどあります。ちょっと限定何本というわけでもなく、まあでもね、日本とアメリカにしか流通してないワインなので、もともと年間の生産数もすごく少ない希少なものですね、はい、いや素晴らしい、絶対あの買って置いとくのもありなので、いやこれまとめ買いは絶対おすすめです。やっぱそうです、最低5年は熟成させていただきたいと思います、はい、最低5年ですか、はい、なかなか気が長いですけど、間違いなく美味しいですからね。はい、いいと思います。美味しいよ、どこかシャルドネもあるんですけど、全部美味しいです特にちょっと僕は結構ロゼが好きだったんですけど、ね、そうなんです、はい、あね、ロゼ、オーナーがハリウッド女優なので赤毛のロゼ、なるほど、ハリウッド女優がオーナーの娘がハリウッド女優、はい、素晴らしい。これはちょっと皆さん、あの味は美味しいんですけど、バックグラウンドとかそのストーリーもあるんで、ワイン会何かに持ってったら間違いなく話題の人になります。素晴らしいですね、はい、素晴らしいワインです。じゃあソムリンポイント、ソムリンポイント 6.3 かな。あらあら、つくちゃんなかなかいきましたねいやでも美味しいですねOK です、いいと思います。ありがとうございます。生産者の生産者のアーニー・バンデグリフト氏ですね、はい、ありがとうございます。ありがとう、大変素晴らしい。はい、次はジーアルネスですね。はい、すごちゃん、スー・イン・ザ・ブッシュ・シャルドネ。あ、違った、こっちスー・イン・ザ・ブッシュ・シャルドネ。マスター・オブ・ワインが作る樽が効いた伝統、マスター・オブが付いてるんですよ、まあ、こっちだね。おい、ナミさん、じゃあすいません、お願いします、はい、ちなみにジアルネスの新商品って言っていいですか、
新商品ですね。新商品これが入ったツインザブッシュシャルドネですね。アデレードヒルズなんで結構冷流な地域で作られるんでキリッとした酸味なんですね。はい、これです。いただきます。2430円。あ、今タルっていうよりもね、どちらかというとなんかこう冷涼なイメージがすごい強ってくるから、うん、すごいね、タルをね思わせない作り。綺麗ですね。綺麗綺麗、うまい。綺麗がありますよね、この、うん、でもグレープフルーツみたいな味がいい。素晴らしいワインですね。スプリンポイントがね、3.4 4でいこう。4でいこうか、これは。やった。うまいっすね。これはすごい。2400円でこれでしょ。しかもキャップなんでね。あ、そうだね、キャップだからね。これは使いやすい。ソムリエナイフいらず。素晴らしいと思います。これは今からのその初夏の時期にすごいいいんじゃないかなと思いますね、うん、ちょっと冷やしてキリッと飲む。素晴らしいですね。でも味わい強いんで結構お肉料理もいけるんで、バーベキューなんかでも最適なんじゃないかなと思います。はい。だけど実は僕たちが本当に紹介してるのはいつも通りやっぱりね、プロフェッツロックがねここにあるんだけど、このプロフェッツロックっていうワインは違いますね。やっぱりこの大丸さんのフェアじゃないとこの値段では買えないと思うんで、ね、そう、大丸さんのフェアだからこそこの価格で買えるプロフェッツロック、はい、ちょっと試飲させてもらいますね。プロフェッツロック美味しいですよね。おはようございます。うめえわ。美味しゅうございます。レベル違うわ。えぐいわ。このなんだろう、白桃みたいなこの。あー、うまい。ちなみにね、こういうね、最上のだったらね、今多分バスで2日目だと思う、はい、けどね、2日目でもね、伝わってくるこの旨味。しかも今ソムリンこのプラカップでやってるんで、ちょっと評価が下がり気味かもしれないですけど、うん、だけどうまいんですよね。素晴らしいね。やっぱりいいワインっていうのは伝えてくるよね。あ、本当に美味しいですね。ソムリンポイントは5点はいくと思います。5点ですね、これは。素晴らしいですね。やっぱ素晴らしいワインです。もう一回いきます。このラベルです。ぜひ飲んでいただければと思いますね、はい、GRN さんです。 GRN で、はい、次はソワルイド、アロ。アロだよ。すごい美味しいやつですね。税込み1652円っていう。なんとこのアロがこの価格。いやー、もともと安いけどその大丸さん方はさらに安い。いいワインですね。いいですね。あら、いい顔してますね。いいじゃん。あ、うまい。これは1650円で買える味じゃないですね。正直ね、僕たちがね、冷蔵庫に忍ばせたいワインのナンバーワンにこう来るようなワインですよ、これは。特にこれからの初夏の時期とか、すごいですね。これちょっと冷やして、こう、ちょっと公園とかで飲みたいですね。公園とかで飲みたい。ぐいぐい行きたいです。いや、素晴らしいワインです。これはうまい。じゃあソムリンポイントが、ソムリンポイント文句なく3点だね。3.2。お、いっちゃうね君は。ちょっと、ね、ちょっと君はご機嫌じゃないか。ご機嫌。俺はちょっと心配だ。それ以外じゃ美味しいです。この価格で 3.2 をつけるんだね君はね。やっぱりでもそれくらい美味しいね。あるわ。素晴らしい。じゃあ次お願いします。次はソワティ。あら、またこれはね、ちょっと1個上の。そう、それではね、これうまいんですよ皆さんね、このポルトガルといえば木下インターナショナル、これはぜひ皆さん覚えていただければと。ポルトガル、木下さんのポルトガル買ったらもう間違いないですから、うん、値段が安い。うまい。あー、1000円弱違う感じでございますね、価格としては。うまい。大丸さんのエレベーター降りてすぐ左ですからね、うん、もう
もうすぐです。早めに買った方がいいと思います。これはぜひ買っていただかないとダメですね。この味わいといえばね、もうポルトガル、ね、ポルトガルといえばスワティエロ、そしてこのね木下インターナショナルのこの味わいのね、いや、間違いないです。美しさやっぱり違う。いや本当に間違いないですね。本当に買って間違いない。 で食事にもね抜群に合わせやすいんですよ。でなんでかっていうと、ポルトガルはね海洋が盛ん、もうねやっぱりね魚食べてるから、彼らはやっぱり和食にも通じるところがあるんだと思ってます。いや本当にですよね。その通りです。ありがとうございます。じゃあ次に僕たちが好きなエスポランをいただければなと思ってるんですけど、ありがとうございます。あ、もうねカップをねこう毎回毎回変えていただけるんですよ。ありがたいですね本当に。ズカちゃんどうぞ。あ、いいんですか。はい、私ありがとうございます。あ、うまい。すごいですね、バランスが素晴らしいですね。これはいいですね。15年でもこれ多分昨日バセンですよね。昨日です。昨日ですね、はい、これね当日バセンだとさらに美味しくなりますね。これはやばいワインです。いいですね。ごめんなさい、これいいワインです。ポルトガルの3000円台やばいですね。ポルトガルで3000円台ってなったらね、本当にいい作りだったらもう、はい、フランスだったら5、6000円はしちゃうようなワインでございますね。うまいな。この熟成感、本当にお肉とか食べながらこれを流し込んでみてほしいですね。やっちゃいたい。うまいの。絶対やってほしいです。そしてじゃあマデイラ行きたいですね。マデイラ行きたいところなんだけど、ちょっとお忙しいからね。え、マデイラ飲み比べができるんですかここで。これはちょっと綺麗なね黄色ですね。麦わら、すごい。木下さんのポルト、あのマデイラの種類半端ないですね。いやもう木下といえばもう本当ポルトガル、そしてマデイラ。高橋さん、もうすごい強い。木下さんのマデイラの種類どのくらいあるんでしょうか。今どのくらいありますかね。数えたことないですね。100、150あるんじゃないですか、ね、すごい。やばい。もうね、多分日本のマデイラを独占しているのは木下インターナショナルでございますからね。木下インターナショナル、木下インターナショナル、これをぜひ皆さん覚えていただければと。マデイラを独占しております木下インターナショナルでございます。もう本当に美味しいものを持っていらっしゃる。連呼しなくても大丈夫です。連呼しなくても認知してますから。そうだね、これは素晴らしい。正反対の一番甘口ですね。アルバダ、アルバダ。ちなみにございますけども、マデイラっていうところはですね、クリスチャーノ・ロナウドが生まれたところでございますね。なんか空港も確か変わりました。変わりましたよね、名前。うん、ロナウド空港みたいになりましたね。もうそれくらいいいところでございます。これはね、レディーに女性に人気な商品ですね。素晴らしい。ラベルもすごいピンクですか。もうね、ついつい飲んじゃいますね、こういう風な。まあ、今本当に美味しいんですよ。食後ちょっとしっとりと一人で飲むのもいいですけど、うん、ちょっとチョコレートとかなんかつまみながら飲むのもすごい。もうデザートにも最高ですね。あ、ワインでございます。そして最後に、ね、まさかね、この木下さんのワインをこう飲めるなんて。あ、あ、飲み比べセットがあって。飲み比べセットまである。いや、なかなかちょっとこれはおしゃれ。いや、これは素晴らしい。これおいくらなんですか。これ1555円ですね。安い。安い。これ素晴らしい。その中のやや辛口タイプのベルデール。ベルデール。ベルデール。あ、つまりはブドウの品種に変えてこうちょっと出してらっしゃる飲み比べセットなんですね。そうです。これはね、マデイラを勉強するには最高だと思いますね、ズカちゃん。間違いないですね。うん。セルシア。ズカちゃんちょっともう一回持って。ベルデールモアルのワルムジーですね。ズカちゃん持って。あ。あれ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 、あれが欲しいな。ちょっと
いやー、なかなかいいですよ。セルシアル。はい。見えない。あー、そっちの方が見やすいです。セルシアル、ベルデリオ、ボアル、マルムジー、もうマデイラの4品種バッチリ。この品種をね、あ、ちょっと赤品種があればね、見とけばソムリエの試験もバッチリでございますね。僕はちなみにボアルが大好きです、ね、これ何が好きなんだっけ。マルムジーです。マルムジーあーいいですね。あうまいね。これはベルデーリョなんで、甘さのランクで言うとセルシェルのちょっと甘いバージョン。セミドライセミドライ、セミドライですね。素晴らしいですね。あ、素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ザキザキさんです。ありがとうございます。セットおすすめですね。セットぜひ買ってほしいですね。ザキザキさん、はい、おすすめとしてはどれがですか。おすすめ、あ、これがすごくやっぱりアルバリーニョ 100% なんですごく人気あります。あっと今アルバリーニョ結構好きなお客様だいぶ増えてきて、はい、3も切れも、もうエチケットを見ただけですぐ飲みたい。おこれもさっき見た、もうね、これを買ってる方が多かったのでね、価格も安いで、個人的にこのアロンを一緒に買ってほしいのでぜひお買い求めください。アルバリーニョ高級品種ですからね。そうですね。お疲れ様でございました。大丸さんね。大丸さんだものね、はい、あのワインフェスティバル終わりましたね。いや、ね、面白かった。あのいつもだったら私たちねテイスティングは全部吐き出すんですよ。飲んじゃいました。全部飲んじゃいました。こういうとこはね飲まなきゃいけないんでちょっと大変なんですけど、二人ともご機嫌になっちゃう。ご機嫌ご機嫌になっちゃう。残念ながらこういう心境もなかなかないですよね。なんか飲むのが当たり前っていう深海もね、うん、ちょっと久々に行かせてもらって、うん、あの楽しゅうございます。楽しかったです。ヘラヘラしてます。ヘラヘラしてるね。ダメだダメだダメだ、はい、ちょっとピシッとしよう。よし、皆さんぜひこの大丸のね、はい、面白いですね。この最初すごく楽しいです、はい、で今回ね取り上げさせていただいたところはぜひ行ってください。でもね他にももっと面白いところたくさんありますのでぜひね行っていただければと思いますので。結構今回はイタリアなかったですよね。そうイタリアなかったね。あんまりね、スペインポルトガルから入ってフランス、あフランスか、フランスはたくさんあった。でもねニューワールド系もたくさんありますからね、ぜひぜひぜひね。でもカーブさんは行ってほしい。行ってほしいですね。ね今回はぜひカーブさんね、生産者の方も来られてるんで足止めにかかんないですよ。来てくれたらいいな、はい、でポルトガルはね木下インターナショナルさん、はい、ニュージーランドはぜひ GR さん、はい、そしてフランスはフィラデさん。今回はねその4つはねぜひ行ってください。でも他もすごいですよ。いや本当にちょっと今回は、ね、時間が限られてた、限られてます。ぜひ行ってみていただければと思いますのでよろしくお願いします。ではまた次回あね、今日明日は俺だけなんですよ。明日は俺だけなんですよ。ラマンチはね、まあ、ズカちゃんどうするの。あのちょっと、まあ、地元だから大丈夫かな。あの、はい、あじゃあ明日は私だけで行きますので、はい、よろしくお願いします。スペインよろしくお願いします。